エスケープウィズコロンビア、よろしくお願いします。お願いします。カトミリアです。石田和穂と申します。はい、普段はインフルエンサー業をしながら、はい、まあ、フリーランスディレクターとして、飲食住にまつわるようなアイテムのディレクションをしているんですけど、はい、和穂さんは普段はインスタグラマーとして活躍されてると思うんですけど、キャンプのアカウントがあるって、はい、実はキャンプが大好きで、はいはい、キャンパーなんですね。そうなんですよ。いつからやられてるんですか？そうですね、もう大学生の時なんで10年以上前に。じゃあもうこんなに世の中でこう今キャンプが流行ってるじゃないですか。そうですね。そんな、はい、全然前からもうびっくりしてます、むしろ。へえ、はい、私も本当にキャンプというと、いわゆるちゃんと自分でテントを張ってやるっていうのをまだ経験したことがなくて、はいはいはい、そうなんですね。でまだグランピングしかしたことがないんですよ。で今だとこうグランピングとかで気軽に、本当に私みたいな初心者も体一つで楽しめるっていう感じですけど、グランピングとかじゃなくて本当にキャンプ場でテント立てて寝袋で寝るみたいな、はい、一番キャンプで楽しみにしてるのはやっぱりお酒と食事ですね、うん、やっぱりもうそもそもお酒と食べることが好きっていうのも第一前提としてあるんですけど、うん、やっぱこう自然の中で解放されたところで食べたり飲んだりとかすると、うん、結構お友達との会話もすごく弾むし、うん、なんかいつもよりリラックスして喋るから意外と本音でなんかこう喋り合えたりとか、はいはい、なんか語り合っちゃったりとか焚き火しながらウイスキー飲んでこうちょっと熱く喋るみたいな時間もやっぱ面白くって、うんうん、なんかこう自然の光と音で目が覚めて、で朝からこう活動するのもやっぱ気持ちがいいですし、朝からコーヒー入れてなんかちょっとふーって深呼吸しながらコーヒー飲む時間とかも贅沢。なんかついやっぱ私も都会の生活が長いんで、すごい全部早くなっていくんですよ、生活のスピードが。で待ってる時間ももったいないから、その何かしなきゃみたいな、なんかゆっくりこうはーって座ってゆっくりコーヒーをしかも入れて飲むみたいな経験って絶対でも必要ですよね。そうです、うん、私もやっぱ結構せっかちで、なんかもうあれやりながらこれやるみたいな感じなので、目まぐるしいって言ったら大げさかもしれないんですけど、もう日々せか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 するみたいな感じなんですよ。キャンプは一切ないので、本当にゆっくりなんか時間が過ぎてきながらお酒飲んだり食べたりとかして、え、まだ夕方4時とかなの？みたいな、あの幸せはやっぱりなかなか都内ではできない経験はなんかできるなっていうのは格別感なんじゃないかなと思います。素晴らしいですね。なんか都会で生活しながらたまにこうエスケープして、ちゃんと自分のエスケープ場所があって、そうですね、うん、すごい素敵だなって思う。和穂さんってめちゃくちゃ都会的な感じじゃないですか、すごいそういう印象で、でもそういう方がそのアウトドアを発信されて、しかも普段は美容のこととか、自然って割とこう美容とちょっと対極にあるものっていうか、でもできるんだとか、それこそファッションも含めていろいろ楽しめるんだっていうのが、どんどん発信していただけると、私みたいな初心者がなんか入りやすい、こうやってできるんだみたいな、エスケープウィズコロンビアというコンセプトについてお聞きされた時どう思いました？何かこう新しいことを始めるときってハードルが高かったりとか、はい、なんか難しいんじゃないのかなとか、ちょっと勇気がいることだと思うんですけど、すごい本当に気軽な気持ちっていうか、進むことってすごく簡単だし、前に進んでもいいんだよみたいな、こうちょっと後押ししてくれるようなコンセプトで、すごく素敵だなと思いましたし、そういうふうにこう発信してくれるブランドさんがいると、新しいこと始めてもいいのかなっていう気持ちにもなれるんじゃないかなと思いました。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。エスケープウィズコロンビア。